はい、サイアントコーヒー J コーです、今日は中野駅前大盆踊り大会の10回目ということでですね、なんと お客さんがたくさん入ってるそうなんで、頑張っていきたいと思いますのでよろしくお願いします。するためにご協力いただければと思います。準備はできますか？できればお願いいたします。それでは、第10回中野駅前ダイヤモンド大会大トリを務めていただきます DJ コウさんです。よろしくお願いいたします。盆踊りの振り付けって、同じ振り付けの繰り返しなので、だんだんやっていくうちに覚えていって、ちょっとでも合うところが1箇所2箇所できればね、楽しくなると思いますので、せっかくの満点のですね、中野の空の下みんなで、気持ちを一つに日本の盆踊り行ってみましょう。じゃあまずはボーイミーツカー。とかすごい元気出ましたって言ってくれる人が多くてなんか嬉しかったよね。だからもうみんな迷ったと思うよ。こういう状態だからどうしようかな、人集まるのかな、集まるんだろうなと思いながら、やっぱりどうしようかと思ってきたけども、やっぱり楽しかったっていう、それはやっぱり自分たちがお客さんたちがちゃんとこういう時節柄のだけどっていう自覚もあったと思う。ありながらちゃんと参加するっていうのがね、これからのあり方なのかなっていうのを感じたかな。でやっぱり収束したらもっと手放しに楽しもうねっていうような、なんかそういう気持ちがなんかね伝わってきてグッときちゃった。なんかそこは、あ、じゃあ俺たちはそういう人たち元気を持ってコロナの収束に向かっていこうよっていう人たちの少しでもなんか力になっていけるような活動していかなきゃなってね、改めてね思ったかな。なんかそういうのも一つの僕の
DJ 活動のちょっとこれからライフワークにウィズコロナっていうことを考えていきながらと思います。はい、以上 DJ コーでした。あ、そうなんですよ。なんと中野駅前大学盆踊り大会、なんと毎年しっかり参加していただいている方がいます。高円寺隼人チリスタンの皆さんです。いつもお世話になってます。僕の衣装、あ、これもそうだ、これもこれとかも作っていただいております。で、今日はなんとですね、先日東京スピークイージーというですね、東京 FM の番組で乃木坂46のキャプテンの佐々木久美ちゃんとラジオやったんですよ。はい、で、それでコウさんいつもそういうのどこで買ってるんですかってまた話になって、高円寺の隼人チリさんですが、私結構行くんですよ。隼人チリさん行ってないですよ。ああやってなんかすごくアイドルっぽいんですけれども、なんか古着とかそういうのが好きで、で公園で暮らしいんですよ。だったらちょっと一つじゃあまたコーディネートしてプレゼントしようというんでね、お願いをしました。で、持ってきていただいちゃったんですけど、今日大変喜ぶ皆さん、さあ日向坂46組手佐々木久美キャプテンに、プレゼントするコーディネート今じゃじゃん、おー、こちらになります。派手ですね。これだいぶタプッとした感じですか。これそうですね、オーバーサイズで本当、はい、中にあれですね、タンクトップだけ着てもらえたら女の子でも全然着れる。で、あ、これは紐で締まるんだ、はい、これを着て、日向坂のメンバーのとこに行ってどういう反応をしてくれるだろうか。これ中でも派手な方ですよね。それだね、派手です。組み手に送らせていただきたいと思います。これも一点物ですもんね。これでもあれですか、そうですね、プリントで作ってるデザイナーさんがいて、これね、だって僕が例えばこれ衣装で2名さんに持ってこられても、はい、これ着るか着られるかだなって思う。お子さんでも全部着回してくれるんで。そうですか。行きます行きます、ありがとうございます。重い服だけ嫌いっていうのを聞いたんで。無駄派手な服装集めます。いいいいいい。というわけで、隼人と言いました。皆さんです。ありがとうございます。